にちは、こんばんは、ゆうりです。また埼玉県の HMC のドライブ動画撮っております。やっぱりね、こうやって田舎の道をドライブするのがね、一番気が楽でいいかなっていう。なんか2車線とかね、あると俺は嫌いなのは、なんかこう競り合う感じになっちゃうっていうか、気持ちがそういう風に向いてしまうので、なんかこういう一本道の方が、ね、遅い車減るとこうやって大変だけど、まあ別にほら法定速度とちょっとプラスで走ってるぐらいならまあいいかなと、ダラダラとドライブしながら語ろうかなというところで、今やっぱりね、その我がブラック企業の方でもですね、今のところね、人の件はちょっと落ち着いてはいるかなということで、でパワハラしてきたあの上司もこの間また別の問題が、まあ、発生して、でなんかね、こうまたこいつ何やってんだみたいな感じにはなったようですね。で何がね起きたかっていうと、ある従業員がなんかね、手当の件だとか、そういう、まあ、トータルで給料面について不満があって、で、まあ、もうちょっと上げろと。こういうこともやってるし、あんなこともやってるし、みたいな。で、だから、給料を上げてください、みたいなのを言いに行ったら、その上司が、それは会社に言ってください、みたいなことをまた言っちゃったんですね、得意技の。まあ、すぐ逃げる人間だから。もう全然悪口とかではなくて、そういう人間なので、本当に管理者としての管理の部分を放棄してるっていうね、それは自分で気づいてんだか気づいてねえんだか、まあ、多分バカだから気づいてないんだろうけど、従業員のそういう問題点だとか不満点も解決する、話し合うっていうのが、まず管理職の仕事でもあるわけですよ。まあ、仕事の中の一環だよね。それが仕事というよりも、それは仕事の中の一環ですよ。会社側の立場に立って管理者っていうのはな、管理職っていうのは喋んなきゃいけないんですよ。だからそういう要望っていうのは会社の就業規則とか、ね、職務のこの規定があって、このね、この職業はこれぐらいって金額が決まってるから、それは無理なんだよって話をすべきなんですよ。それはなんかめんどくさいとかもう思っちゃってんだかなんだかわかんないんだけど、やらないわけですよ。お前勝手にやれやみたいな、それはダメでしょっていう、一発のその一般職の人間、だから平社員が、ね、そっちの給与とか絡んでる総務経理とか、まあ人事とかだよね。で、そっちの方に、私の給料少ねえから上げてくれっていう、なんかそういうのって、普通おかしいじゃないですか。それは上司に報告をして、その上司が、この人間は頑張ってるから、じゃあこのぐらい上げてもらえませんかとかっていう交渉をするのが管理職ですよ。だってみんながみんなそうやって直接言えちゃったら、もう混乱するじゃない。社内のそのために役職というのがあって、上司にまず相談報告っていうのがあるわけじゃないですか。それをまた破っちゃったその平社員も問題なんだけど、その秩序を乱してるのは管理職なんですよ。管理職のこの無能の上司っていうやつがすごい問題なわけで、こいつが管理してればそんな問題が起きることもないし、だから筋が違いますよって、分かりやすく言うと筋が違うよねっていうので、上の人間が怒ったわけですよ。さらに上の人間が、ね、だからそれはだから、役員とかほら経営者に近い人間の方にも耳に入ってしまって、なんか従業員がいちいちガタガタ騒ぐのを、なんでこのね、そこの部署を仕切ってる人間が止められないんだっていう。だからそれが正当性がある、あるとしても、やっぱり本人が直接言うべきじゃないんですよ。一社員が、それは会社組織なので、組織というのはだからその組み上がって積み上がってるわけじゃない。で、上にいる人間を無視してそういうことをやるっていう行為はまずどこの会社でも通らないわけですよ。で、それはだからそのほら上司がまとめなきゃダメなんでしょ、ダメじゃないのっていう、やるべき仕事なわけよ。そういうのもだから何もできてないのに人を管理してますってこいつは言ってんだけど、もう本当にお門違いなんだよね。
管理職としてのその仕事を果たしてないわけですよ。だから俺も厳しく言ってるわけじゃないですか、そうやって。だから現状こういう人間が本当にいるんですよっていうことを伝えるのが俺のこのブラック企業ネタの動画なわけですよ。現状の問題点ですよ。それで皆さんの会社でも同じことが起きてるのか起きてないのか、それともここの会社だけが特殊なことなのかっていうね。でもリアルガチとしてそこのそういう問題が今実際にこの令和の時代に起きてますよっていうことを提言してるわけですよ。ただガタガタ言ってるわけじゃないんですよ。だって間違ってて俺がただ文句言ってるだけだったらそんな動画成立しないじゃんっていう、なんかそういうなんか文句ばっかり言ってるみたいなこと言うけど、じゃあ文句じゃねえんだって、それは報告なんだっていう、だからその見てるやつの感想なんだろうけど、いやそんなの知らねえからっていう、まあまあそれはちょっと置いといて、まあそこどうなのっていうところだよね。だからちゃんとね、そういう管理職がね、そこコミュニケーションを取ってればそんなことないわけじゃないですか。またそういうさ、仕事終わってからじゃあ食事行ってそこで相談されるとかさ、そういうこともあるわけでしょ。だけどみんなそうやっていきなりドストレートにその問題点を話そうとして、普段話してないからね。でその管理者の方もだからコミュニケーション取ってなくて、そういう予兆すらつかめてない。で必ずそうやって目の前でいきなり起こりうる、そしてその事態に対処ができないっていうのは人間の幅がないからなんですよ、経験値とかね。だから今までそういうことをやってこなかった、サボっていた、だからそういうコミュニケーションが取れないというところにつながるわけですね。だから俺は別に偉くはないですけど、まがいなりにも昔管理職もやっておりましたので、ね、課長職をやってたので、でそういう場面とかもいろいろありましたよ、相談を受けることとか。それはだからちゃんとコミュニケーション取ってた時だからやれたわけですよ。でそれからほら俺はもう管理職じゃなくなってるから、別にもうね、仕事を変わったりなんてやってるから常に今平社員の立場でいるんだけど、まあだからそこでね、そういう管理職研修みたいな、管理者の研修を受けてない方々が管理職になっちゃってて、誰も注意が今できない世の中になっちゃってるから、すごい問題になってるよねっていう。で厳しく言えばパワハラになっちゃうし、なんかそういうなんだろう、もういいよいいよみたいなんで、本人が気づかないともう治っていかない。だから本人の向上心がない限り、そういう教育が今厳しい教育ができなくなっちゃってるって、これも問題なんだけどね。本来のね、育て方とかさ、そういうのってさ、褒めて確かに伸びるのもいるんだけど、やっぱりそれ甘やかすと、その甘やかした分、そのなんだろう、甘さにつけ込んで、いやもう特に文句も言われねえし怖くもねえから自由にやるよ、俺の勝手じゃんみたいになっちゃうわけじゃん。だそれもどうなのかなって、やっぱりね、ちゃんと理論立て、なんだ、理論立てて話せる。その変に、ほら、それってあなたの感想ですよね、レベルの、そういう、なんか、ひろゆき系の若い子たちもいるわけで、だそれに負けないぐらいに、やっぱりちゃんと経験だとか、そういうのも蓄積した人間になっていかないと、役職付きって難しいんじゃないのっていうふうに思ったよね。だ薄っぺらだと、下っ端の人間から見ても、分かっちゃうんだよ。そういう、こいつあんまり考えてねえなとか、そんなに資料深くしてねえなとか、ね、でそれってどうなのっていう押し付けじゃんみたいなタイプがね多いんですわ。で特に今のここの会社はもうそんなやつばっかり、今まで低たらくでダラダラやってきて、何年か勤続年数だけがいってて上に行っちゃうみたいな、この図式はまずまずいんだけど、でそれをやってるのよここはね。でそれがすごいみんな言ってて、俺が言ってるだけじゃないのよ。俺がなんか俺一人でガタガタ言ってるわけじゃなくて、これはもう他の人間も言ってるし、同期の人間も言ってるし、昔からいる人間も問題視してるわけで、だここがなんか根本が変わんない限り、多分人間の人材の改革っていうか教育はできないと思ってる。だから治んないってことよ。こう何言ってもね、何言ってももう治りませんよっていう。じゃあ言わない方がいいのかって言ったら、どっかでガス抜きをしなければならないので、まあ、こういった動画で言うなりとか、あとはそういうね、なんかこう
同期間で言うとか同僚の間だけで言うとかそういう感じになってるのかな。でもそれだけだとねまだ弱いなっていうのもあって、結局まあ根本が治らねえからこれ会社の問題なんだよね。会社が変わんない限り、まあ、無理じゃねえのかなっていうところはねあるよね。こっち行ってみよう。ドライブドライブって感じね。動物園があったね、こっちにね。動物園があったよ。動物園の前通ってってみたいなさ、もうみんなお帰りの時間だろうね。もう4時半になるな。あ、そうそう、だから話を戻しますと、会社が治らないともうこの会社はね無理だなっていう本当に無理だね。あの絶望的なもう病気だよねこれね。もう根が腐っちゃってるから、だからもうなんていうの、家建ちませんみたいなさ、そこにそこの家を建て直そうって言っても、もう基礎とか基礎は腐ってるし、木はもうシロアリに食われちゃってるしで、あの構造としてこうなんだろう、構造力学が成立しませんみたいな、だから家建ちませんみたいな状況に今なってるかな。まあ残念だよね、長くね昭和からずっとね、こうやって会社を継続してきて、で利益追求を頑張ってるわけですよ今。その俺がいる部署がこれからね、あの売り上げを大きくして、それがウェイトを占めていずれ主軸になっていくっていう、なんかそういう考えらしいね。それでまあ俺ともう一人の人が今中心になって、そのいくつか中心になる製品があって、その中の一つを今任せられてるというところなんですよ。もうそこは外せないのよ、その部署っていうか、その俺がやってる仕事っていうのは絶対に先でなくならない仕事だから、あの必ず存在続けて、そしてまた売り上げをこう取り合っていったら、あの結構売り上げ上がんじゃねっていう感じのねところなんですよ。はね、ちょっとねこう峠道みたいになってるんだけど、まあねドライブするのにはねいいルートかなーっていう。今日珍しいね、こんな車いないんだけどね、ここみんなアウトドア好きっぽい車最近増えたねまあいいや、まあそんなこんなでですね、まあ、会社自体がちょっと腐ってるのでなかなか難しいんだろうなっていう、改革は難しいかなと。なので他の会社はほらもうそうやってね、やっぱり給料だとかね会社の流れみたいなのを変えたいっていうのはもう無理なんで、まあ、転職ぐらいしかねえんだろうねっていうところだよね。まあ、ついでに言っときますけど、あの人間関係は非常にいいですよ。あのなんだかんだ言ってますけど、あのそういうね目に余る行為をするおっさんたちもいるけど、別におっさんとも仲良くやってるし、なんかいろいろとね向こうも頼りにしたりで、たまにイレギュラーに質問してくるけど、それはわかんねえだろうみたいな手で質問するんだけど、全部俺が今答えちゃってるから今面白くないみたいな感じになってて、なんか勝ち誇りたいらしいんだよね、その年齢がいってる社員というか従業員の人ってね、俺がやってきた20年10年でお前これ分かんねえだろ入って、ね、1年半だろうみたいなところで、いやいや1年半でもできますがなみたいな、そんなのは思ってたら、それはあの日々仕事とか集中してやってるかやってないかだけの差であって、別にそれはすごい国家資格レベルとか試験レベルの問題ではないので、うん、だからいやそれは数多くの仕事やって数多くのパターンを研究っていうか経験すれば
その時の対処法だとか原因だとか問題点っていうのはおのずと見えてきて、もうそれ以上にないわけですよ。解明不可能な原因なんていうのはないので、なんてそんなにあなたたちすごい仕事してきたのってしてないじゃんっていうのが、まあ、俺の感想なので、大したあれではないですよ。別に経験積めば誰でもできる仕事なので、ただプライドを持ってやってるよ。俺はその先のエンドユーザーのことを見て言ってるから、エンドユーザーが一番困ることにならないように、この製品作りに関してはこういうところが注意だよねって。これすごいですよ、今ブレーキ全然踏んでないんで、今エンブレだけでこっちの手でカタカタやっただけで今減速してスムーズに走れてました。まあいいやまあそんなこんなでですね、ちょっと今下界に着きましたんで、これで、一旦動画を離れたいと思います。それでは、皆さんごきげんよう。じゃあね、バイ。